そう。やったー。崩れていってる。キネティックサンドマッチ。メダキッズクラブ。ユナです。ノナです。お兄さんです。はい、というわけで今日はキネティックサンドで遊びたいと思います。2人とも遊びたかったもんね、これね。ね、でもさ、今日はそれだけじゃないんだな。じゃじゃーん、すなすな、アナと雪の女王セット。やったー。ユナの名みたいだね、すなすなって。せーの、オープン。てるりょー、これが入ってたよ。それじゃあ早速作ってみよう。まずは緑のオラフ作ってみよう。お、ノナちゃんもうできた？お、すごいすごい、できたね。できた。はい。あ、指が取れちゃった。大丈夫大丈夫。またすぐ作り直せばいいよ。もうできた。あ、すごい。オラフできたよ。うん。おお。これをもう一個つけなくちゃ。そうだね。お、すごーい。うまいうまいうまい。スナスナのアナと雪の女王セットには 1000g スナスナが本当は入ってるんだけど、今日は代わりにキネティックサンドを使ってます。アナ完成。あ、倒れちゃったね。またやり直しか。やめてやめてよ。アナがね、今首がちょっとうーんってなってるからね、ここで押さえてあげるか。だんだんね、今うーんってなってきてる。アナがキネティックバージョン。キネティックバージョン。お、エルサできた。あ、エルサが、エルサがやり直してもなんかちょっと楽しいね。そうだよね。できた。上手。ゆっくりまとめてる。やり直せ。わー、できた。よし、ちゃんとお城が作りたい。あれ、さっきのもう一本の動画。あ、やったー。いいじゃんいいじゃん、二人で協力してさ、お城をでっかくしようよ。お兄さん、さっきゾンビみたいな変な声してた。ちょっと風邪をひいた後だったかな。なんで風邪ひいてんの？もう治ったんだけど、前に病院に行った。あ、お腹出したからかな。病院行ったよ。ユナノナクリニックは、ユナノナクリニックはあれはすごい効いたわ。ガラキとオラフ。これいつやめた。終わんねえ、これ。これ終わんないね。ちょっと静かにして。全然大丈夫。あ、なんか肌がダメ、死んじゃダメ。ああ、すごいお辞儀してる。お辞儀、お辞儀、おにぎり。おにぎりですよ。おにぎりじゃない。おにぎり姫は飲んじゃん。ピンク色も追加します。ペロッとピンクも出しました。ペロッ、やべ、首が、アナの首が。エルサー投げ落ちた。オラフが全く動かないんだ。すごいな、オラフの安定感。降ってないから。お、すごいすごい綺麗。多いから。そうそう、ミルキッズグラブ大好きだから。あれ、あの棒がない。棒今のんちゃんが使ってるよ。あった、1本。これ一番うまくできたね。そうだね、ピンク出てきたらね、カラフルにしてるんだ ね、うんうん、すごいすごい。何なのこの色、なんかちょっと変。見せて、ほら。ここに向けて、なんか大丈夫です。大丈夫。体調悪くて倒れちゃった。次、こっち。これは何ですか？キネティックサンドマッチ。サンド？おサンド？
寝っ転がってる。うちに誰もいないの、うん、かわいそうだね、オラフね。キネティック山、男と滑り台。あ、今日はキネティックサンドで遊びました。はい、ゆなちゃんどうでしたか。楽しかった。楽しかった、うん、のんちゃんはどうだった、キネティックサンド遊びたいって言ってたけど、うん、ツルツルしてたツルツルしてた。みんなもキネティックサンドで遊んでみてね。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。